最近さ、会議ばっかりで、疲れるよね。はい、こんにちは。投資家宅です。最近さ、あの、本当にね、会議ばっかりで、なんかね、もう疲れてる、本当うん。あとね、ちょっと忙しくてさ、今、いろんな問題あるじゃん。あの、コロキくんの問題とか。でもうね、忙しい。 うん、それでね、あのまあ、それで忙しいのはね、まあ、それはね、まあ、そういう時代に生きた、そういう時代にね、生きた、まあ、俺の宿命だと思うんで、それは仕方ないんですけど、うん、まあ、俺は本当ね、不幸な時代に生きたなと思いますね。まあ、学生の頃ね、リーマンショック、えー、の影響でね、えー、すごいことになりました、その後 でずっと景気が悪くてもうこの、ね、数年ちょっと回復してきたかなってぐらいでほとんど、ね、僕が社会人になった時は、ね、もう景気が悪くてもう日本、あのー、が終わりだみたいなねもうそういう、ね、本当に風潮がすごかった時代だったから、あのー、ずっと、ね、こうバブル崩壊いろんなバブル崩壊 IT バブル崩壊とかねいろんな、ねあのー、景気が悪くなってその一番、ね、悪いところ。 リーマンショック、直撃した時学生だったっていうね、もう最悪の事態ですよ、これは。で、今度はね、あの景気良くなってきたかなと思ったら、今度はコロナでね、五郎吉君がね、また悪さしだして、もう、ほんとね、大変ですね。うん。僕の人生の中でね、なんか景気が良かってね、まあ、いい思い出はないなと思いますね。本当に <laughs>。 今ので、あのー、僕も若いけど、今のね、ほんと、もっと若いね、20代の人はね、ほんと幸せですよ。あこんなね、一生に100年に一度のリーマンショックの時ですらあれだからね、こんな100年に一度だとか言われてたのに、そのリーマンショック弓度はまた来てるからね、この短い間で。いやいやいや、ほんともう10年に一度じゃんって思ってしまう。 まあ本当ね、最悪なね、時代に生まれましたよ。うん。まあ多分ね、今ね、30代前半の人はね、あの、そう思ってるよ。みんな思ってる。俺たち一番ね、最悪なね、時に、大人になってるなって、そう思ってる。今の30代前半ね。まあ僕の動画見てたらね、本当あの、あのきょ、高評価してください、本当。僕はね、本当ね、このなんか、 全然いい思い出がないというかね、まあそういう時代ですね。で、今ね、本当大変ですね。うん。で、僕ね、よく言うんですよ、会社で。あの、会社のやつらがね、あの、同じことしかできないんですよ。うん、なんだろう。なんていうのあの、今までと同じようにしてたら、絶対勝てると思ってるんですよ。今までと同じようなことをしてたら、あのー、 売り上げが上がって元に戻るんだと思ってみんな思ってるんですけど違うんだってこういうねコロキチ君の問題で本当にリーマンショック級のことが起きたわけだから同じことしてて回復するわけがないんですよ、うん、もちろんねあの日銀だったりとか政府とかがいろんなことしてるからあのリーマンショックのあとよりはねもっとこう何て言うの 迅速に対応してるっていうところはありますけど、ただね、ビジネスモデルがちょうどね、変わる時なんですよ、今。で、10年前にもね、おそらくビジネスモデルが変わる機会があって、今回またね、ビジネスモデルが変わる、少し今までと全然違う、もしくはね、少し変わってくるっていう、そういうね、時代になってきてると。 僕はそう思います。だから、ここでね、今までがこうだったから、同じようにしたらね、あの売り上げが上がってね、あの企業が儲かるんだとかね、もうね、そういう、ね、発想を捨てた方がいいです、ほんと。もうね、今のね、うちの会社ね、そういう人しかいないですから、うん、本当に大丈夫なのかなって、ほんとね、あの、なんだろう、こう今までその、景気がたまたま良かったからね、あの、その、なんていうの もちろん、リーマンショックとかあったけど、その頃まだ会社がね、そこまででかくなかったから、こうまあ、小さいうちはそんな影響を受けないからね。で、そこをね、チャンスにこうでかくなってきたんだけど、そのね、何ていうの、成長です、うん、成長して成功してきたっていう自信がすごくあるのか、あのね、過信してるんですよ、自分たちのことを。うん、そうじゃなくて、社会が変わって、 えー、周りが変わってんのに、いつまでも同じことしてて、それでね、大丈夫かって、普通思う,うと思うんですけど、普通思いますよね。いや、僕はね、大丈夫じゃないと思うけどね。うん、だから変化する社会、変化対応ができないと、会社の存続は僕は厳しいですよっていう話をね、まあ、役員にもしてるんですけど、まあ、はっきり言って多分ね、みんな分かってないですよ、うちの会社の人たち。 あの、ぶっちゃけね、分かってない <laughs>。なんか、今まで通りしてたらね、なんか、いいと思ってると思うんですけど、今までうまくいってたのは、たまたまの可能性があるじゃん。うん。だから、そんなね、いつまでも同じことがね、ずっと続くわけがないんですよ。うん。で、まあ、もっと言うならね、あの、なんだろう。専門的な、その一部分の専門に特化した、 ところがあるからそれがねこうコロッと変わっちゃうと全て入れ替えないといけないわけなんですよ。みんなの,その考えであったりとかマインドも今まではこれはこうって100%こうって教えられてあのそれをやったら絶対成功するだからこうしなさいっていうのがあったからそれをねやってこれたけどこれから社会構造が変わっていろんな、ね、ビジネスモデルも変わるのに今までのこうっていうのが成り立たなくなるんですよ。 そこで、誰かが新しいモデルをこうですって言い換えない限りは、多分ね、うちの会社ね、もう3年後にはやばいと思いますね。今のままいけばね。うん。正直そう思ってます。だから、まあ、ある意味転職をね、ちょっといいとこないかなとか、今のうちからね、探しながら、えー、考えております。本当に転職考えてます。あのうちの会社でもばかけててあの、頭がやばすぎて、もうね、あの、 さすがにここまで来たら呆きれるっていうかであの大丈夫なのかなって思ってしまいますねうん、本当、うん、大丈夫かなって思ってしまううんまあいろんなねその会社のまあ決算とかも見ていろんなとこからね、まあ、2年か3年はね別にちょっとぐらい赤字でもね別に3年ぐらい持ちこたえると思うけどおそらく3年以降はねきついと思うんですようん。 でまあ、そこまでねその別に利益率高くてお金をたくさんプールしてるわけではないというふうにまあ個人的には思うので、まあ、他の、ね、業種だったらもっと多分。 蓄えがあると思うんですけどそこまでな,んかない気がするしあとその、ね、なんかそこ資産っていう資産も、ね、たくさん持ってないわけで他かの、ね、業種だったらなんかあの自社ビルをもっとたくさん持ってたりとか、ね、あの自社の、ね、なんかものをたくさん資産として,、まあ、そのてうの困った時に売って、ね、キャッシュにできるものをたくさん持ってると思うんだけどうちね多分あんまもないんじゃないかなと思うんですよだからそうなったら余計で不安なわけです賢い人かららしたらもっと不安です。 だから今のうちにね、えー、転職を考えて、えーまあ、計画的にね、えー、いいところがあれば、今より年収100万アップのね、いいところがあればね、いつでも行きますよと。東京でも行きますよ。まあ、東京に行きたいなとか思いながらね、てか僕、東京に住んでたからね <laughs>、東京の方がね、まあ、懐かしいというかね、うん、のはあるけどね、と思いながらね、えー、今、転職を考えております。 ということで、えー、今日もね、今の自分の心境というかね、雑、ま、談、あ、というかね、まあ、心境をね、お話ししました、えー。最後まで動画を見ていただきありがとうございました、えー。ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。